立憲民主党の小沢一郎衆院議員は都内で開かれたパーティーで自民党政権の崩壊が近いと話し政権交代の実現を訴えました。民主党の幹事長を務めた小石党元参院副議長は12日自身の解雇録の出版を記念したパーティーを東京都内で開き、自民党の阿松副総裁やあま前幹事長、立憲民主党の泉代表や。 野田元総理ら与野党の重鎮が出席しました立憲民主党小沢一郎衆院議員元民主党代表自民党政権も崩壊が近いと思っておりますしたがって我々は力を合わせて政権奪取を政権交代を成し遂げる小沢氏は自民党の派閥の裏金事件などを念頭に自民党政権もほころびが見えていると指摘しました 一方で、麻生氏は、ますます活躍いただいて、泉代表あたりを、しっかり指導してもらいたいと、腰石氏に呼びかけました。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。小足屋と言われた小沢氏の発言は注目される。なるほど、政権交代にとって、野党にとって、これほど、理想的な状況は、早々を訪れるものではない。しかしながら、そうした、 政権交代にとっては、政権の受け皿が必要であると考えられる。現在の立憲民主党は、政権交代という言葉は踊るものの、具体的な政権像が見えない。立憲民主党を中心とした政権ができるとして、誰が閣僚に起用されるのか、そして何を目指した政権になるのか。具体的な閣僚の顔が見えるように、影のない核を 積極的に活用してはどうだろう。場合によっては、影の内閣に国民民主党も含めてはどうか。国民が立憲との共闘に難色を示すようであれば、自社差連立の時のように少数政党の代表を首相に据えて連立から逃がさない。具体的には、玉木首相を受け入れるくらいの大胆な情報も考えてもよいだろう。国民の受け皿に野党がなれるか。 注目だ与党には鉄追を下さないとならないが、それだけではだめ。物価高その他、喫緊の課題に対して、立憲ならこうすると対策を示すべき。批判はもちろん必要だが、政権交代を訴えるなら、何をすべきかわかるだろうし、愚直に政策を訴える必要がある。自民党が長期政権を維持するということは、 自民党支持団体が長期間利益を得続けているため定期的に政権が交代することは利益を享受できる団体が交代できるということだと理解しています一方韓国では毎回のように与党が変わっており大きく方針が変更されているような現状があるのも事実です小沢さんの概念は正しいとは思うのですが自民党を倒すことがす 目的になっている気がしてなりません事前に何を実現させるのかを野党内で明確にしその実現を目的とした連合を組んでほしいと思ってますそもそも立憲のあの小沢一郎が議員で居続けてられるならば今騒いでる政治と金の話レベルを受けている自民党議員も議員のままで全然良いということですからねちなみに 小沢の大好きな政権交代構想は、いつも立憲単独構想ではなく、他党との協力した連立です。その他党との協力に関して、障害となっている立憲が共産党と決別できるのか、憲法改正や安全保障論はそこら辺には一切触れないで、ひたすら政権交代を唱えます。これじゃ、維新や国民民主は納得するわけないですよ。 要するに政権を取った後の生じる混乱が分かってて国民に推してるさすが無責任野党の鉄板とも言える立憲ならではですよねまだ現役だったんですね81歳寿命が伸びてるとはいえ80超えは劣気とした高齢者政治の世界に限らず80歳は現役引退して 更新に道を譲る年だと思いますが、議員にも定年を導入すべきだと思う。でないといつまでも居座って、既得権益化が著しいよ。定年させても裏で糸いい引くだけという意見もあるかもだが、表で堂々とできなくなるのはかなり制限かかると思うのよ。ある程度の期間を経て、政権交代が起きなければならない。 どうしても一強になればおごりが出る。議員には満身、緊張感は薄れる。野党にも政権を任せないと成長しない。そして一万一政権交代してもすぐに世の中変わらない。簡単に変わるようでは今の与党の政治家は何もやっていないことになる。しかしながら今の世の中で諦めていたり。 変わっていかない選択を持つなら、絶対に良くはならない。変えることができる日本は、有権者次第だということ。小沢一郎氏が関わった過去2回の政権交代後どうなったかを考えてみればよい。ほぼ1年ごとに総理が変わり、日本への信用や信頼が地に落ちていった。その間に失った国益は、計り知れないものがある。 この人が健在でいる立憲民主党に票を入れようとは決して思わない必要なのは提案して対策改善することです批判や非難していても何も変わりません政治資金の不正に関しては与党が原案策定していますが野党も国会で提案して行動で示してほしいです 与党案の政治資金公開金額が20万から10万になったって抜け道はないならず不正は改善されません。5万引き下げるとか10万は譲れないとかそんなところに関わるのか理解できません。不正をなくすのであれば全額公開なのではないでしょうか。こだわるということは何か問題があると思われても仕方がありません。これで国民の信頼を回復できると思って いいるのででししたららちちゃんちゃんおかしいです政権交代もいいんだけど文句言うばかりじゃなくてもうちょい現実的に物事を考えられる政党が大一野党にならないと難しいんじゃないかな米国が全て優れているわけではないけど米国の民主党はそこまで極端なリベラルじゃないからに大政党の一つとして選ばれているように思う政権の崩壊が近い 国民もほぼ同じようなことを考えているしかし自公政権崩壊後の受け皿となる野党特に立憲には果たして任せられるのかという懸念もある連立を組んで政権を発足させなければいけないのだから他の野党とうまくやっていけるのかその日が来るまでの準備は十分できているのかそれを問いたい立憲共産などと揶揄されるように共闘できるのが 共産だけで、国民民主に声をかければ上から目線だと拒絶されたこともあった岡田幹事長には他党に対するリスペクトがなければ連立など簡単に瓦解してしまうことをよく学ばないと短期政権になってしまうのは目に見えている小沢一郎はそのような経験をこの30年の間に2回は経験しているはず 政界を去るならともかく、まだまだ現役で議員を続けるなら、連立政権がうまくいく、要人投式を取ってやらないと難重すると思う。総理になる気概がないと成功しない。立憲民主党が与党にふさわしいのかという視点で自民に投票するか、どうかを決めている限り、現状を変えることは、厳しいと思います。 なぜならば、両者ともに国政を担う資質に疑問が残るからです。大切なのは、デたらめなことをさせないために二大政党を拮抗させておくことと思います。